今日は2023年8月25日金曜日2時27分23日フライデー2:28。朝日新聞はいよいよ汚染水を昨日から流し始めました。朝日ニュースペーパーズトップページ海内ラガマメントレディースコンタミネートノートトゥーザウォーシャンズフロムイエスタデイ。で、中国はもう全面海産物の全面禁輸、チャイナディサイドオールプロダクトオブザシー don't import from the Japan。そして、日本政府はそれに抗議した。And Japanese government condemning it to China。まあ、しかし、抗議するかね。I don't know, it's okay or not。で、世界の対応が書いてありますけども、反対しているのが中国と香港と北朝鮮だね。オポジットカントリーです。チャイナ&香港&ノースコリア。韓国は政府は認めてんだけど野党は反対してる。サウスコリア、ガーメントアクセプト、バッター、オポジットカントリー。そして、今まで、反対していた オーストラリア、フィジー、アメリカ、フィリピン、台湾は政府は認めています。And Australia, Fiji and United States and Philippines and Taiwan. The government is charging me.一般民主がそれを受け入れますかじゃないですか。 And I don't know how the people accept or not。 だから結果はですよ、日本が取った魚を世界中の人が買ってくれるかどうか。 And what happened? The Japanese seafood all over the world people buy or not? How much? どれくらい買うか。だから政府は責任を持たなきゃいけませんよね。The government has to responsibility。 そして日本、我々一般国民も反対しなかったんだから、その結果に対してですよ、国民に対してはちゃんと責任を持てますかという話ですよ。 And our Japanese people also didn't oppose strongly。 So we can have a responsibility or not。 そういうことですけどね、大変だと思いますよ。 And I really have a very hard for the fishermen。明るい星のように。
日陰でこの気温なんですね。あ、ごめんなさい、なんか撮ってたんだ。いや、手振っちゃったりとか。